はい、ということで見張り室に行きましょう。行くぞ。あれ違う、これか。見張り室。おい、レパルタス、頼むぜ。レパレパ。え？誰も見てないよな。おう、ここがレンタルの言ってた部屋だ。保護室の管理はここでしてるのか。あいつの言ってた機械はどれだ。これだ、入れてみよう。2168。完璧だな。うまくいったぞ。調べよう、うん、これは見取り図か。住民用みたいだが問題ない。所内を調べやすくなる。2階建ての部分に人間の事務所があるんだな。少しの間借りていくとしよう。さて来る前に戻るか。解除したぜ。調べられる。お前を仲間に置いてしておいて正解だった。やっと俺の実力を認めたか。それじゃあ調査に行くとしようぜ。ああ、中に乗るんで。頼むぜ、レントラ。ちょっと、誰か。なんとかしてくれないか。何するんだ。行くぜ、レスラー。電気の重複だ。さて、どっから調べる？調べるなら、1階に行こう。資料室がある。1階だな。わわわ、おー、なるほどね。こうやって繋がってるんだ。気をつけろ。さっき行った時はいなかったが、戻ってきたのか。まずい。投資できる壁などの前に移動すると R 投資が表示されます。中の見えることができます。部屋の中を通して警察が見ない時にこっそり動きましょう。見つかってしまうとやり直しになります。はい、え？今だ。オッケー。投資強くね？どの階に行けばいいんだ。待て待て。今地図を開く。一番手前の白い室だ。その後に隣の会議室も見たい。奥にも広い部屋があるようだが、そっちの部屋たくさんいるんだろう。となると後回しにした方がいいな。では手前の部屋と隣の部屋だ。おお。あ、はい、入っていいってことか。これは俺たちにつけられてる機械の説明書か。機械、
みんなの首の後ろや背中についてるだろ？レントラにもついてるぞ。説明書にはポケモンへの取り付け方が書いてある。それだけか。ああ、たくさんあるし、チェーン持っていこう。バレないだろう。開くのこれ。開いたじゃん。やばいね。ちょっと、なっちゃダメだよ。ちょっと。これだ。ここにいるポケモンたちがやった事件のリスト。人の食べ物を盗んだ。花屋の花を傷つけた。俺の名前もある。噴水広場での器物破損。このリストは嘘っぱちだ。俺はやってないし、他の奴らもそう言っていた。お、レントラの名前もあるぞ。二番街の奥でグライナーと暴れたと書いてある。何があった？ここで長話をするのはいいと思えんが。じゃあ後で聞くか。メタモンの名前がある。メタモンなんかいなかったぞ。俺たちもないな。俺たちが来るより前だし、釈放されたってことか？保護局が目をつけてるポケモンリスト。なんだこれは。こんなにたくさん保護するつもりか。こんな保護すると入りきらないんじゃないか。グライナーの名前はあるか。あったぞ。ここにある。そうか。どういう関係だ？説明すると長くなる。こっちはダメなんだっけ？あれ？もういいんじゃないのか？バトラーの就任記念ポスター1年前か。こんなもん作るとはいい趣味だと思えんな。よし、 OK。これはヤドンゾが壊された時の写真か。お前の姿が写ってるな。俺じゃない。なんでこの写真が。よしよし、証明できる証拠はないな。ここを脱出するためにはまだ足りない。分かってる。バトラーのことも気になる。上の階にある局長室も調べておきたい。行こう。2階だ。おこの階だ。廊下をまっすぐ、廊下を曲がってすぐだ。お前は天井からでも投資ができるか。屋上なら下の階見れるだろう。賢い。思いつくやつだ。上からの投資ね。やったな。この辺りからでは見えない。もう少し部屋の近くに行きたい。じゃあ真上まで行こう。よ。頼むぜ、レントラー。仕事サボってあんのか？他に何か怪しいところは？ということはそこを通っていけるってわけだな。
ポケモンのか？待てよ、局長のパートナーなんて見たことないぞ。レトロ、金庫か？やったな。金庫とはいかにもありそうじゃないか。俺の目でも箱の中までは見るのは見えない。直接行って調べるしかないな。なんか部屋の前に人がいるぞ。いなくなるのを待つしかない。ダクトを取るしかないな。保護室と同じようにか。さすがに地下には繋がってないが、1階ならなんとか行けるはず。俺はあのダクトには入れん。お前が一人で行くことになるぞ。俺はヘマしない。探偵だぞ。そうだったな。どの道、今はバトラーがいるから無理だ。一度戻ろう。やったな。もう無事に戻ってくれた。俺たちは外に出られそうか。いや、まだかかるぞ。なあ、ピカチュウ。だが、必ず助けてやる。俺たちの無実を証明する。だが、これはティムに任せるしかない。ティムって誰？俺の相棒だ。探偵としてはまだだがな。探偵なのか。しかし、信じられないかもしれないが、俺とティムは言葉が通じるんだ。そんなことあるわけないだろう。ピカチュウ、その人間と連絡が取れるのか。面会もしたし、今日も来てくれるはずだ。ならば頼みがある。町にいるグラエナの様子を見てくれるように頼んでもらえないか。構わないが、そのグラエナなんかあんのか。喧嘩したらしい。で、怪我を、グライナーは怪我をしてしまって、レントラーは気にしている。お前がその友達思いとわからなかった。余計なお世話だ。わかったぜ、レントラー。次の面会の時、ティムに伝えておく。助かる。私からも俺を言うわ。二番街にいる。ライムシティにはもう一匹ピカチュウがいるかもしれない。そうならヤゾンの、ヤゾン像を壊したのもきっと。早く見つけて、真相を明かそう。ティム。レイチェル、どうしたの？どうしたもこうしたもないでしょ。ピカチュウが捕まったって本当なの？心配してくれたんだ。器物破損の容疑がかかってる。間違いじゃないの？犯人は別にいる。犯行時の写真が証拠だと言ってる。だとしたら僕の相棒じゃない。別のピカチュウがこの街にもう一匹いて、そのピカチュウが犯行に関与してるかもしれない。ティムのピカチュウが悪いことをするわけないもんね。じゃあ行動しましょう。一緒に来るの？嬉しいけど、遠慮する必要なんてない。友達が困ってるんだもの。ティムもピカチュウも私の友達助けるのは当たり前でしょ？心強いよ。じゃあ事件があった噴水広場から調べよう。エネコロロ。またブラッドさんがいる。あれは刑事さん？ワゴンを調べてる。何かあるのかな。
立ってみよう。よし、これだ。よし、 手がかりがないか見てみよう。これかな。紙が落ちてるね。紙くずだね。人間とは関係なさそう。あ、ないんだ。あ、食べ物が落ちてる。屋台で売って食べ物かな。バスの切符だね。ポケモンが一人でバスに乗るわけないし。あ、バスね。乗ったら面白いことになると思う。移動中楽しく過ごせそう。あ、足跡がある。ピカチュウの足跡は断言できないけど似てるね。裏の2番街に向かってる。消えてるのが気になるけど。この葉っぱは見れないのか。あ、足跡がある。大きいな。これはピカチュウの 足跡じゃないね。表通りの方に向かったみたい。よし、これ以上調べることはないな。推理？推理しよう。推理しよう。2番街だ。よし、行こう。この先が2番街か。初めて行くね、2番街。2番街だ。パトカーの駐車場は左。警察よ。警察の方に行くとハイハットカフェにある通り行けるね。もうポケモンの足跡は見えない。ここからは聞き込みで集めよう。ピカチュウを見た人探してみよう。ねえ、あのいや、お話いいですか。何かしら。ピカチュウについて。あの日、ピカチュウ見ませんでした？見てないわ。保護されたんじゃないの？保護されたピカチュウとは別のピカチュウを探してるんです。残念だけど見てないわ。貴重なお話ありがとうございます。最近ポケモンが保護されるところ見たことありますか？私はないわ。そういえば街で最近ポケモンが保護されてるのが増えてるのよ。街のポケモンの数が減った気がする。もしかするとピカチュウの件と関係してるかも。ほう。情報を集めないと。これは？あ、ベロバーのやつ。ベロバーのパートナーじゃん。俺のパートナーのベロバーが大変なことをしでかしたみたいで。いたずら好きなポケモンですよね。いたずらが過ぎたんかな。話聞かせてもらえませんか。連れて行かれて。ほう。ピカチュウを見ませんでした？見てない。あんまりこの人情報ないね。人の貴重品を盗んだんだ。へえ。
ブロバーは光るものが好きで落ちてるものを拾ってくることがある。あくまで落ちてるものなんだ。人のものは盗んだことないよ。その話を信じたいところですけど、疑われるのも無理もない。ベロバーのやつかわいそうに。本当にベロバーが犯人が気になりますね。少し現場調べます。よし、行こう。あ、なんか凝ってる。ピカピカのコイン。ベロバーは光るものが好きだったはず。君の言う通りだ。ベロバーならコインも拾うはず。だとするとなんでコインがある。よし、ベロベロトゾウだ。え？あ、お得なキャンペーン情報が書かれてる。あ、メニューだ。美味しそうだな。メニューね。お店が、お店の名前書かれた。ネオンサインだ。変わってはないな。よし、保護、ポケモンが保護されたパートナーね。あ、出た、ポケモン博士は。ちょっといい、これはちょっとやめよう。おお、タッチ。本日行く。放されたポケモンについて、ピカチュウについて。見てないのか。こっちもあるね。あの、何かしら。あの、ああ、噴水広場騒ぎになってたね。ここにだけどピカチュウは見てないわ。ハイハットカフェの前でポケモンが事件を起こしたって聞いた。自分で見たわけじゃないし、詳しいことわかんないね。おお、天気のいい日にのんびり過ごすと気持ちがいいですね。ただ僕たちはあんまりのんびりできなくて。あら、何か急いでるのね。あの、モルペコ屋出てんの。お、モルペコ屋出てみた。ねえティム、犯人がモルペコ屋出てんの可能性はないの？その可能性はないと思う。局長はピカチュウがやってた証拠があるんだ。そのピカチュウはきっとモエピューのピカチュウだと思うんだ。人の貴重品を取るポケモン。ほう。あれ、全員聞いた？タイレーツいるね。どうしたんですか？あ、インテリオンのパートナーだ。荒らされていたんです。あの子があんなことをするわけない。あの、覚えていません。私のパートナーです。花が好きでいつも丁寧に水やりをしてくれるんですよ。あの子が悪いことをするなんて信じられません。インテリオンが花を荒らしたのと決めつけたんです。ほう、冤罪ですね。
現場を見てもいいですか。情報集めよう。よし。え？傷が残ってる。またこまたな。よし。花屋さんの鉢植えだ。花からいい香りがしてる。あ、見てると心が和んでくる。あれ、この鉢植え花が少ないね。インテロンがやったのかな。看板だ。別に変わってはないな。よし。この人は？あの。うわあ、こいつサブ、この人サブ系だった。この人は？この人モルペカのパートナーじゃない？あの。どうされたんですか。君は経験したことがあるかい。一番の友達がいなくなっただろう。僕に今日起きたんだよ。それが辛いでしょう。ありがとう。話せば救いになるかもしれない。何があったんですか。いきなり保護局の人が来たね。あーだこーだまくして言ってたから僕のモルペコを連れて行くって言ったんだ。僕は抵抗したけど、向こうの人は証拠もあるしルールだからと言い張ってね。しょんぼりして連れて行かれたよ。ひどい話ですね。まったくだよ。あのピカチュウ見ませんでした。見てないね。家にいたからな。そうですか。とっても元気でたくさん食べる子。そのせいで疑われちゃったんかな。どういうことですか。昨日夜にポケモン事件が起こしたみたい。あ、ポケモンが事件を起こした。人の食べ物を盗んだらしい。関係ないのに犯人はモルペコだって言って。そんなことがあったんだ。お腹が減ると怒りっぽくって体毛の色を変えるんだ。今では他人ね、でも今まで他人のものを食べたものはないよ。食べたことはないよ。迷惑かけるなんて。少し現場を調べます。よし。地面と壁が黒く焦げてる。暴れてオーラグルマを出したらしいんだ。オーラグルマ。ポケモンの状態によってタイプは変わる技ね。腹ペコ模様だと悪、満腹模様だと電気。電気タイプの技でもこういう焦げ跡はつくけど、だとするとモルペコは満腹なのに人のものを食べたことになるよ。よし。あ、コーヒーカップだ。あ、メニューだ。サンドイッチの写真。あ、カフェの窓だ。綺麗に磨かれてる。よし。あの人は。おや、こんな時間にこんなところでお会いするとは。あなたはいきなりピカチュウの毛を抜いた。はい、ライムシティの制作ブレーン科学者のマーロックです。
相棒のピカチュウさんはどうしました？コンビ解消ですか？いや、そんなことは。あなたね、パパのところに最近出入りしてるのは。これはこれは、市長の娘さんではないですか。ライムシティも最近は物騒だ。早めにお家にお帰りください。ハワードさんも心配されますよ。ふん、余計なお世話よ。あなたに聞きたいことがたくさんあるの。何を吹き込んでるの？管理する政策もあなたの提案なの？おっと、これは。お嬢様、お嬢さんはご機嫌斜めのようだ。日を改めて話した方が良さそうですね。それではまた失礼、私は失礼しますよ。また会いましょう。怪しいね。質問に答える前に言っちゃった。レイチェルが強く詰め寄りすぎたからじゃないかな。推理しよう。推理だ。うん。無実の罪で保護されてる。よし。現場に残ってた痕跡がどれもそのポケモンが残しそうにないものだった。そうね、パートナーさんも同様してたし、ピカチュウが捕まった時もそうだった。必ず証拠写真があるから、いくらおかしいところがあっても禁じてもらうのは難しいね。どの犯行も必ず証拠写真がある。いつもは取らない行動、もしかしてポケモンに罪をつかせようとしてる？どうしてそんなことを。怖がらせてごめん。確信があるわけじゃない。不自然なところがあるし、否定はできないんだ。もしそうだとしたら何とかして助けられないかな。事件現場を調べる証拠だけでポケモンを保護してるのおかしい。警察たちはどういうつもりなのか。調べずにポケモンを保護しているか、あるいは理由はわからないけど保護すること自体を目的にしてるとか。それっていい加減な仕事してる。ポケモンたちは何だと思ってるのよ。落ち着いて。調べていけば何か見えてくることもあると思う。最近の保護について聞いてみよう。警察だ。行ってみよう。はい、ということで、まあ今回はここまで。次回警察に聞き込みに行きましょう。